大体60秒で中国の話題。分かった気になっちゃいな。空を見て。え、また？あれは、わからない。中国の宇宙ステーション。そうなの？中国の宇宙ステーション天宮は完成間近。完成後はここで17の国が科学実験を行うことがすでに予定されています。科学分野での革新は研究環境の開放によってきっともっと進んでいくね。いいこと言った。革新と開放、この2つは中国共産党第20回全国代表大会でも注目されたキーワード。中国はここ10年科学技術の成果を世界と共有してきました。航空宇宙の分野、宇宙ステーション以外にも例えばベネズエラの衛星2機の製造、現地の環境保護、都市発展、災害観測に貢献しました。農業の分野、食料問題の解決につながる菌草の技術を100以上の国地域と共有、森林の保護や貧困削減、雇用拡大にも一役買いました。科学技術交流の分野、160以上の国地域と科学技術協力関係を締結、一帯一路合同実験室は50カ所以上建設されました。他にも新型コロナワクチン、高速鉄道、核融合エネルギーの利用などなど、中国はあらゆる分野の研究成果を世界と共有しています。これからも科学協力を通してより良い未来を共に目指しましょう。今日はここまで。再見。